コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もうすでに前に出てます。はい、まあビニールでね包まれちゃっているんで、こちらちょっと剥がしましょう。はい、ビニールから取り出すとこのような箱が出てきましたね。はい、まあ、ここに呪術廻戦とあります。はい、まあお分かりの通り五条悟。はい、こちらがね寿屋さんから出ました。はいはい、ここですね、アート FXJ。 はい、このシリーズ、はい、はい、このね挙式紫を放っているポーズ、こちらをね今回は開封していきたいと思います。では早速ね、ブリスターの状態ですかね、はい、そちらの方を見ていきましょう。はい、ブリスターの状態ですね。まあ手がねこう横にすると分かりますが、手が出てます。はい、でここが空洞になってて顔が見えると。はい、で全身はねこちらは保護剤が巻かれている状態ですね。結構頑丈に、頑丈っていうかね結構ぐるぐるに巻かれてる感じ。はい、でこの底の方に台座があります。はい、ではね早速ブリスターから取り出してね細部まで見ていきたいと思います。はい、開封しました。では見ていきましょう。こちら、大丈夫、僕最強だから。はい、ちょっとライトの加減でねめっちゃ白く見えますけれども、はい、いやーこれはねまたあのシブスクさんとかねアニプレックスさんの五条悟と比べたらまた別の変わった一面を覗かせるフィギュアですね。うん、まあ、このフィギュアはね技を放ってるフィギュアなんで、まあ、シブスクさんとかねアニプレックスさんは、うん、まあ固定ポーズ的な感じなんで、こちらは必殺技を放っているポーズ。服はね、うん、まあ言わずもがな、うん、シャドウを吹かれてて陰影もはっきりとした塗装ですね。うん、ここは素晴らしい。でね、右腕の袖をちょっとねまくっている感じ、うん、それもよく表現されてますね。でお顔、肝心のお顔、はい、いかがですかね。まあ、一応ね陸眼が両目とも見えてますね。うん、まあ、前の2体と比べるとねなんか髪の毛が 長いのかなっていう感じはありますね。うん、これはどうなんだろうか。一応髪の毛自体はねこれもちょっとパールっぽい感じなのかな。うん、ちょっとテカテカしてる感じで、うん、綺麗な色合いだと思いますね。でこのね挙式を放っているこのポーズがねすごい再現度高いですね。うん、この指先の、うん、この表現までしっかり作り込まれている。こう横の感じとかねいいんじゃないですかね。うん、これはまた一風変わった五条先生のフィギュア、これはこれでありなんじゃないですかね。うん、まあ価格もね
まあ、前の2体と比べるとねお安いんですよね、うん、一応こう私はことぶき屋のオンラインショップで購入したんで、まあ、定価で購入したんですけれどもね、はい、まあ、大体1万2000円ぐらいですね、はい、まあ、渋スクが2万でアニプレックスが2万6000円ぐらい、うん、だからそれに比べたらやっぱりねお値段的にはよくできてると思いますね、はい、で先ほども述べた通りね、私はことぶき屋オンラインで購入したんで特典がつきますね、はい、例の特典、はい、それがこちらババンとね、はい、表情変えパーツ、こちらがねことぶき屋さんならではの特典なんですけれどもね必ずつきますね、はい、この目隠しをした表情変えパーツ、はい、こちらが付属しました、はい、これをねちょっとね付け替えてみたいと思います、はい、こんな感じでね説明書もついてます、はい、でこちらですね、うん、ちゃんとブリスターに入っています、はい、パカッと、はい、五条先生の生首、はい、まあ、これ単体で見るとね、うん、よくできてますね、うん、マスクをつけた五条先生、ちゃんとここのね刈り上げ部分もいいですね、再現度が高い、うん、これはこれでいいね、まあ、一応ね挙式を放ってるんでリクガンがで、うん、リクガン出してるんでねマスクをした状態だと、うん、違和感あるんですけれどもちょっと変えてみますね、これはニョキニョキニョキとね、はい、ポン、はい、はぜ、あ、何気に全然見あの分からなかったんですけどちゃんとマスクがね下にずれてたんですね、うん、気づかなかったな、はい、改めてこう見るとマスクが下に首元にずらしてたんですね、あー、はい、でこれをくっつける、ジャキン、はい、どうです、あ、これはこれでありだなこれはこれですげえいいな、かっこいいな、あれどうどうこっちの方がかっこいいかな、でも挙式紫が放っているんで陸がなしで放てるのかなとは思うんですけれどもどうなんだろう、いやこれいいなこのマスク状態いいな、これは特典としては当たりなんじゃないですかね、うん、あ、これいいわ、はい、でもう一つね、はい、台座がこちら、まあ、完全なクリアパーツですね、はい、クリアパーツに金属の支柱が2つあります、はい、これもね領域展開してる感じのエフェクトの台座となってますね、はい、ではこちらをくっつけたいと思います、はい、取り付けた感じはこういう感じですね、まだねマスクバージョンにしてますけれども、はい、うん、はい、こんな感じですね、いやかっこいいな、マスクバージョンかっこいいな、ちなみにねこのヘッドパーツ、ヘッドパーツはねこれ普通にこれ立ちますね普通に生首的な感じでこう置いとけますねいやこれはいい、いやこれどうすっかな、マスクバージョンもかっこいいな、まあ、とりあえずねまあ綺麗な背景でねちょっと回転台座に乗せてぐるりとね見ていただきたいと思います、まあ、今回はねこちらのことぶき屋さん、しかもねショップ限定の表情変えパーツ
のものを購入してご紹介させていただきましたがね、皆さんはどうですかね、五条先生好きな方は買われましたでしょうかね。はい、まあ、この後もね、呪術廻戦グッズなりね、フィギュアなり手に入り次第ご紹介させていただきますのでね、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では回転台座にてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。少し乱暴しようか。